シークレットスイッチ、鍵の開閉方法。帰宅時、壁に設置したシークレットスイッチのカバーを軽く押して蓋を開けます。スタートボタンを押して番号が点灯したら、設定した4桁の暗証番号を入力。エンドボタンを押すと2つの鍵が開きます。外出時、スタートボタンを押し、エンドボタンを押すと2つの鍵が閉まります。